スターライトアーニャと呼べ。なんだい君たちは。今日は付き合ってもらうぜ。しかしこれからデートの約束があるんだ。手短に済ませてもらえるかな。やんちょするね。悪いな、手が滑ったんだ。何事かと思えば随分と面白そうな組み合わせですね。まるで測ったようなタイミングだな。クリスマスパーティーのご相談でもなさるおつもりですか。悪かったな。本題に入ろうか。君はその邪魔者が誰なのかを探している。私は君のお眼鏡にかなわない。お前は人畜無害な存在ということか。イエス、ドラゴンボーイ。俺がここで逆恨みして無意味に暴力で支配しようとした。仮に君がその選択をするのだとしたら、向かってくる者全員をノックアウトするだろうね。こいつは俺とは違う方向に狂った人間。ただそれだけのようだ。ふんふんふん。